松根寺は、宮城県仙台市若林区にある、総統州の寺院。仙台33観音23番札所。松根寺本堂仙台市地下鉄東西線、連合駅下車徒歩7分、旧長泉寺,寺通りに面して位置する寺院である。総統州で、林王寺、大神院、正元案とともに、仙台における道州四大寺院の一つと言われる、名刹で、本尊は、 おくるみである。敷地内には、早川智博の木井佐尾碑、地蔵堂があり、墓地正面には、海イ達ー州聖と、中高海イキ津名の墓、右手にはただのサネカズラの墓と、石踏み、遠藤肥人、里見茂勝の墓などがある。鑑賞年間立て家十一を持ち州によって、現在の福島県国見町松が倉に建立される。十三世直州は、 長峡元年に死去した父聖衆を松目寺に葬り、父を回帰として菩大寺と定める。永正11年直衆死去。14世種宗は、この春宗との間に天文の乱と呼ばれる争いを起こす。天文17年争いに敗れた種宗と共に、寺は丸森に移転する。永六八年、種宗死去。松目寺に葬られる。現在、 丸森町の丸山館、本丸跡には、種宗の墓碑が建っている。慶長七年十七世、正宗の仙台回復に従い、仙台に移り、連邦工事に広大な寺地を賜り、常唐伽藍を混流。三十六の松女を有する大寺となる。現那四年、正宗の次男修綱が十六歳で死去すると、正宗は、松目寺に葬り、供養のためそう綱は、 寺の中高回帰とされる。さらに、寺は140国余りの事情を受け、一門閣に列される。明治3年出荷により、同等が消失する。明治21年末時の長泉寺を合併、現在地に移転する。出店元仙台七家鉄東西線、連合駅西一番出口、下車徒歩7分、仙台辻氷35番連邦工事。 長泉寺横丁を北に入る。ありがとうございます。